おはようございます。1月31日、月曜日の東京インフォメーションです。東京都は有明水再生センターの見学コースをリニューアルし、施設見学再開に先駆け、コンテンツ動画を先行配信しています。コンテンツ動画は下水道局のホームページ、ウェブで施設見学のご覧の画面の黄色いボタンを押すと、 東京動画にある動画を見ることができます家庭などで使われここ有明水再生センターに流れ着いた下水がどのようにきれいな水になっていくのか見ていくぞ動画は子どもが楽しみながら学べるよう案内役の水環境防衛隊が水再生センターの役割などを アニメーションや CG を交えながら分かりやすく解説しています動画は子ども版、大人版ともに第一沈殿池、半応層、第二沈殿池の三部構成となっていますまた、ホームページではリニューアルされた施設見学のイメージも掲載されていますが新型コロナウイルス感染症の影響で施設見学は当面中止されています さらに、芝浦水再生センターも施設見学は中止していますが、解説動画はホームページから見ることができます。都営住宅の2月の入居者募集が始まります。今回募集するのは、一人親や高齢者、心身障害者などポイント方式による家族向けの住宅が1390戸。 単身者向け、単身者用車椅子使用者向け、シルバーピア単身者向け及び2人世帯向けが322個、居室内で病死などがあった住宅が145個です。主な申込資格は、都内に居住していること、住宅に困っていること、所得が定められた基準に該当することなどで、これに加えてポイント方式では、 高齢者・心身障害者などの固有の資格があること、単身者向けは60歳以上であること、シルバーピアは65歳以上であることなどの要件に該当することが必要です。明日2月1日火曜日から9日水曜日まで、土日を除き都庁・区役所・市役所・町村役場・東京都住宅供給公社・ JKK 東京都営住宅募集センター各窓口センターで申し込み書・募集案内を配布しています。5日土曜日と6日日曜日は午前9時半から午後5時まで、都庁第一本庁舎1階の東京観光情報センター前で配布します。また、配布期間中は JKK 東京のホームページから申し込み書などをダウンロードすることもできます。 申し込みは郵送のみで、来月16日水曜日までに渋谷郵便局筆着。ポイント方式による募集については、同じ日の午後6時までに JKK 東京都営住宅募集センター筆着となっています。単身者向け、車椅子使用者向け、シルバーピアの抽選は3月18日金曜日午前9時半から10時半の予定で 都庁大日本庁舎一階ホールで行われます。手話や字幕で楽しむ東京耳カレッジ二千二十一が。来月オンライン開催されます。東京耳カレッジ二千二十一はゲストによるトークイベント。表現について語ろう。音のない世界のコミュニケーションや。手話通訳者によるミニセミナー。 こんなにあった手話が活かせる仕事たちのほか、学生による手話パフォーマンス、聴導犬紹介動画、難聴あるある座談会などの動画が配信されます。動画は東京耳ミ,ミカレッジ2021の特設サイトから見ることができます。配信期間は来月13日日曜日から3月13日日曜日までです。なお。 来月13日、日曜日に配信されるワークショップは、事前申し込みが必要です。参加をご希望の方は、来月9日、水曜日までに申し込みフォームから申し込みください。ここまで東京インフォメーションでした。